高尾市臨船は台湾高尾市の高尾港で運航するフェリー、観光遊覧船、定期フェリーが旗付くと本土を結んでいる。高尾市臨船古墳有限講師はこれらを運航する高尾市政府の後企業、市内で航路とフェリーポートを運営している。元は高尾市政府交通局直属機関の高尾市公共車線管理所として市内公共交通の監督だけでなく、 自らバスフェリー事業も運営していたが、バス部門が高尾市公共技者管理所として独立し、残った水運部門の法人化により設立された。2014年からは、高尾市政府文化局が主催している、卓英国領事館文化園区、白二芸術特区や、高毛港文化園区をめぐる遊覧船事業、文化遊艇の運行にも協力している。 キ子1号渡し林紀子2号渡し林現在は、大法案観光遊抵講師に委託有代表資格、65歳以上の身分証を提示した高齢者身体障害者と、同伴者1名6から12歳の小に身長115センチ未満、あるいは6歳未満の幼児は、無料65歳以上の身分証を提示した。 高齢者身体障害者と同伴者1名6から12歳の小児高押しに席を置くもの観光クルーズの統計は省略しているので3区間の合計は総計と一致しない。位置帰りは 1.852km。ありがとうございます。